申し込む。小なり時は仙台なり J ビレッジ新駅奈良鳩荒野の境界付近に2019年4月に全面再開予定のサッカー施設 J ビレッジ福島県楢葉町広野町近くに JR 時は線の新駅を設ける構想で楢葉荒野寮町の境界付近に設置する方向で検討されていることが8日県への取材で分かった。JR 東日本が1月下旬中間報告として伝えてきたという。JR 東は今月中をめどに新設の是非の判断を示す見通し。県は18年度一般会計当初予算案に関連費として2億円を計上。寮長など地元自治体も予算化の準備に入っている。19年4月の開業を想定しており、正式に決まれば整備が加速する。県によると、中間報告で示された概算事業費は15億円。昨年12月に結ばれた覚書によると、地元8町村による双葉地方町村会と県、JR 東が3分の1ずつ負担する。県の負担額は計5億円で、うち3億円は19年度予算で対応する方針。広野町は8日、非公開の町議会全員協議会で構想の概要を説明。関係者によると、町村会負担の5億円は、奈良葉荒野寮長が8割、他の6町村が2割を担う方向で調整していると明らかにした。J ビレッジは東京電力福島第一原発事故後、廃炉作業の対応拠点となり、現在は今年夏の一部再開へ復旧作業が進む。JR 東は富岡、浪江間で不通が続く時は線の19年度末までの全線再開を目指している。